平野の仕人気絶大で事務所大損害、水だう、裏切りあるか週末芸能ニュース雑話。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。記者愛関東甲信に大雪が降ったり、途端に暖かくなったりで体調を崩す方も多い様子。再造読者の皆様もどうかご自愛ください。 そんなところで、今週は、ジャニーズ×ツイッタートレンド速報の話題から、2日放送の、キング、リンチェプリンスのゴサーコードアジオカーテーンレイディー・オー・ゴーデンで、長瀬がメンバー5人でプリクラを撮ったと話しそのきっかけが神宮寺ゆうからの提案だったということで、ファンが神宮寺に国民栄誉賞をと、盛り上がりトレンド入り入り。 デスクエチいくら何でも国民栄誉賞は言い過ぎだと思うけど、賞。元セクシーゾーンへのマリウス派さん脱退時もそうだったけど、仲良いグループは仲良いままで卒業した方が過言を残さないってことが、スマップ騒動やらを経て事務所側も分かってきたんだろうね。一昔前はやたら対立を煽って、出て行った方に問題があるという形に従っていた気もするけど。 神宮寺と同じく金プリの平野も、キング、リンチェプリンする。日本テレビと CM 以外ほぼ露出がなくなっているとファンがコメントしていたね。記者愛平野は高校生を対象にした調査での、しているジャニーズはの質問で1位に。さらにウェブメディア、ネトラボ調査隊がアンケートサイト、ボイスノート。 と共に調査した、笑顔が可愛いジャニーズタレント、でも1位とまさに老若問わず、好感度が高いと改めてチラ締めました。これは本当にジャニーズ大損失ですよね。金プリの騎士は日本テレビ系単発バラエティ番組、5択を並べてバハハにゲスト出演して、脱退にあたっての心境を語っていました。 デスク H 脱退前のメンバーが心境を語ったのは前代未聞だけど、吹っ切れたって言うと何らかの言い境があったのではとファンは心配するよね。キンプリは元メンバーの岩橋玄樹との絡みがあったように、脱退後も何らかの形でファンを喜ばせてあげられるといいね。 記者ャキャトタンへの上田竜也が個人ブログでイニエの田島翔吾について触れたのと同じように、個人の情報発信はあっても良い気がしますよね。関ジャニエイトの横山博志も NHK 土曜スタジオパークで平野のダンスについて話していましたが、こういった状況が脱退後も続くと、テレビ局側も忖度しないようになっていくのではと。 デスクエッジ結局、損度にしろ圧力にしろ、やめジャニに触らない方が、得をする状況がひっくり返らないとどうしようもない気がするね。ジャニだと菊池風磨の話題もあったけど、菊池の後輩ムーブは清々しいけど、そろそろ売れっ子になってきているのでどうなっていくのだろうか。リチの売名疑惑は黒ちゃんの正規者愛ここからはバラエティやタレントネタを。 安田大サーカス黒ちゃんとの交際で話題のタレントリチが2月1日に放送された水曜日のダウンタウン TBSK に出演。売名疑惑が未だに囁かれているリチですが、黒ちゃんとの結婚披露宴を生中継するなんて話もあるのだとか、デスクエ H8 日にも水だうでキスシーンを放送していて BPO 新ギリ間近だなんて噂も、 結婚式なんて絶対にキスシーンがクライマックスなんだから、もし生中継ぎが本当ならどうするのかは見物だよね。売名疑惑だけど、リチのこれまでの行動を鑑みると、これでドッキリだったらリチ自身への反感もすごそうだから、うまい位置での着地を考えるんじゃない。本当に好きなのか疑われるのは黒ちゃんだからってのもあるけど、記者愛、水だう。 と同じく TBS のラビット。では真空ジェシカ川北が朝から下ネタをぶっ込みまた炎上。下ネタだから炎上というか空気を読まなかったことが炎上の原因でもあるようです。デスクエッジ自由にやっているのはいいんだけど、字面だけ見たらやんちゃな中学生を同じノリだから、そこまで面白くないのでフォローもしづらそう。 川北は本当に大切り強いはずなのに時々やらかすのはやっぱ雰囲気に飲まれているんだろうか。芸人の能力とミスマッチについてはこんな記事もあったね。記者愛トンネルズの石橋貴明とバナナマンの設楽治に関してですね。 トンネルズの皆さんのおかげでした。フジテレビ系の頃は先輩後輩としてがっつりタッグを組んでいたのが昨年末のザ・細かすぎて伝わらないものまネフジテレビ系ではアンタッチャブルがマックに、シカラが大御所化してきて、石橋との格が近づいてきたからではと。デスクエイチそれはあるかもねえ。逆にシカラの番組に石橋呼んであげてとかできたらいいのだろうけど、 格の違い系だと今や逆転してしまった渡辺健佐々木望夫婦の話題もあったねね。記者愛まだまだ地上波復帰が難しい渡辺に対して女優業でそこそこ仕事がある佐々木。しかし第二子出産に向けて産級育休に入るから渡辺もそこそこ頑張らないとですよね。最後は活動休止が相次ぐ VDU バーについて。 チャンネル登録者数が63.5万人を誇る結城きについて誹謗中傷の損害賠償請求などがあったそうですが、v t u バーへの誹謗中傷が止まらずダウンしてしまう方も多いようです。デスクエッジアニメーションの側に包まれているけど、中身は結局人なんだからいろいろ言われたらストレスにもなるよね。ただ、 ここまで VTU ーバーが増えてきているのは事務所側の後押しもあるんだし、しっかり守るための体制づくりをしない事務所はどんどん廃れていくんだろうな。今週はこのあたりで、んだろう。